伊豆市の恋人岬の観光農園でビワ狩りが始まりました。全国でも豊臣区でしか生産されていないとされる白ビワは果肉の色が白っぽいのが特徴です。果汁もたっぷりでとても甘い味がするそうです。初めてですか？初めてです。いいお土産できたね。ええ。<laughs> 15分間の詰め放題を多くの人が楽しんでいました。